ょっとしてかもしれないという意味を持つともすれば、この番組はタイトルの通り、開けてみるまでどうなるかわからない成り行きに身を任せたフリーダムなトーク番組です。50音トークコーナー。はい、このコーナーでは毎回50音に沿ったトークテーマでフリートークをしていくんですが、今回はへから始まる言葉を、へから始まる言葉を題材にトークということで、はい、今回もいっぱいスタッフさんが、へから始まる単語を用意してくださっていて、この中からでもいいし他でもいいんだけど、何か私も思い浮かんだのでいくと、ヘルシーがね、思い浮かんだ。そんなん普段出てこないのに、なんか食生活とかのイメージかも。でも、あ、まあ確かにそうかも、ヘルシーな食事ってよく言う、その食べ物ヘルシーだねみたいな感じ。確かにね、健康食事気使ってますか？でもすごい気になるの、なんかあんまりイメージ、普段の食生活、イメージ湧かない。あー、でも、気使ってるか使ってないかで言ったら使ってはいるかも。でも結果としてちょっとヘルシーめのものが好きなのかもしれない。あー、いい、一番いいやつじゃん。でもすっごいたまにめちゃくちゃジャンキーなもの食べたい時もあるから、もうめちゃくちゃギトギトだよみたいなラーメンも食べに行く時はあるんだけど、なんかそれ食べたら結構次の食事は気使おうとかを自然とやるかもしれない。ベースはやっぱじゃあヘルシー食生活なのか、ね、そう、なんかが好きなのか、それをしてる自分が好きなのか分かんないけど、でも分かる、そう、気使ってる自分みたいな、体にいいもんな、へへへみたいになる時ある。そうなの、やっぱ自炊するようになって、より気にはするようになったかも。やっぱ自分で自分が食べるものを選べるようになった分、なんか何を選んだらいいんだろうっていうのを考えるようになった。なんか自然となんか一汁三菜とかあったの素晴らしい、本当に親に感謝って、そんな豊富なメニュー用意できない、絶対しないな。私一人暮らししたらもやしかも。もやし好きで、もやし美味しいよね。もやしずっと食べてたいから、体にいいしとかやってさ、ヘルシーヘルシーって、もやしばっか食べてそう。いやでも分かるよ、もやし美味しいし、お安いし、私ももやしとこう豚肉蒸してポン酢かけて食べるのが結局一番美味しい。いい、結局ポン酢との相性いいよね。それでいいよって思う。でもやっぱそれこそお酒家でも飲んだりするから、ちょっと気をつけようとは思いながら。お酒飲むときはご飯と一緒？ご飯と一緒。私結構食事に合わせてお酒選びたい派で、だからなんか、今日このお酒飲みたい気分だから、今日ワイン飲みたい気分だからちょっと洋風なものにしようとか、今日はすっごいビール飲みたい、なんか豚キムチとかにしちゃおうかなみたいな。あ、楽しそうだね。そう、餃子にしようかなとか、ね、そういう感じで結構メニュー考える派かもしれん。お酒の時あんま食べない？食べる。母親がお酒はご飯と一緒派だから、一緒に飲むことが多いから、食事中が多いけど、なんか理想としてはやっぱこういうおつまみとお酒でゆっくり過ごすが理想ではあるんだよね。いやでも分かる、なんかちょっとしたものでいただける感じの大人いいよね。お魚とお酒ちょん、お酒ちょん、お酒ちょん、わかるわかる、とかの大人になってみたい、ね、うーん、わかるな。月を見ながら素敵ね、音楽かけて川のせせらぎ、川のせせらぎなんだ音楽で、音楽はレコードでかけちゃう、川のせせらぎ大人だねになりたい。縁側でね、飲みたい、いつか。もう縁側行ったらリアル川のせせらぎでいけそうだね。確かに。じゃあ音楽はなしで自然の音が楽しめる。鳥のさ、鳥の音とか、あのプラスプラス自分で、プラス自分、鳥の声、虫の音とかを流すことによって、それは自然じゃなくていいの？あったら嬉しいけど、ないかもしれないじゃん。なるほどね、虫さんお休み中みたいな時は
自分で環境整えて縁側のある家あんのかな今。確かにね、縁側のある暮らしは憧れるのはでも分かる、うん、お庭があってね、うん、手入れ大変そうそうだね絶対庭師さん入れられる環境の人しかやっちゃダメだ気がする縁側か、うん、いいな、うん、でもいいよね縁側でそうやって月とか見ながら、うん、それこそなんかヘルシーな生活って感じする。あ、するね。なんならちょっとしたミニ畑みたいなの庭にあって自分で作る、うん、いい。みかんの木とかなっちゃっていいね。どこだったら叶うんだろうね。島島か島にたどり着く。島行くしかないかも。島か、なるほどな。確かに ね島だとまたその島を感じられる音が変わってきそうだね、うん、あ、そっか。それはそれで素敵だね、うん、いいね。余生の計画を。確かに猫ちゃんとか撫でながら。うわいい、かわいいねもうイメージできた、うん、いた、ここに猫ちゃんの座布団もあった座布団に寝てんだね、うん、猫ちゃん、うん、素敵だね、うん、夢だけが膨らんでいくんです我々、ね、こうやっていつの日か叶うのかな。でも確かに東京生まれ東京育ちだと、うん、ますますそういうのは縁遠いかもね、うん、私言うておばあちゃんち千葉だけど、うん、おばあちゃんちとかも全部千葉出身で、うん、でもおばあちゃんち縁側とかあるタイプだったもん、うん、縁側あってお庭あって、うん、たまに庭の手入れしてくれる人呼んでとかのタイプだった、うん、じゃあ千葉でも叶うってこと。叶う、今どうだろう。あ、今叶えるには莫大な今頑張って働く必要はあるかもしれないけれど、うん、でも時期によっては、うん、蛇の脱皮したやつとかがあったよ。え、おばあちゃん家に、うん、え、リアル蛇に私は遭遇しないで川だけ。そう、あ、へじゃん蛇。ヘビそれだとちょっと怖いね。お庭歩くの、ね、自然と共に暮らすってそういうことだよね。でもそうだよね、島行ったらいるよね、うん、いるいる。なれよ、じゃあヘビにヘビに。なんかある他。え、へ、うん、なんだろう、平和でいたいよね間違いない、心の平和、すべての平和が一番だよね、うん、平和主義だよ。平和主義、わかる。変装だってしてみたい。なんか変装するとしたら何したい変装するとしたら何したいかな。だって、うわ、考えたことなかった。アフロにもできるし確かにね、変装するとしたら。でもそれこそ男の子みたいなやりたいかも。そうか、あ、じゃあ私なんかシルクハットかぶった、うん、なんか怪盗ルパンみたいなのがいいかも。めっちゃ目立つどこで変装してるか想定なんでしょ。え、なんかわかんない、中世中世まで行っちゃって変装すんのなんかすごいひっそりと、うん、よなよなみたいな。いいね、それ変装、うん、変装っていうか、なんか舞台かもそういう舞台かもしれない私今完全になんかそういう系の舞台のポスターとか想像して言った、うん、あー、いい。あ、じゃあこれ聞こう。ヘアスタイル。ヘアスタイル、うん、髪、うんうん、ずっとこのぐらい。あ、でも出会った時長かった。長かった。そうだよね、すごい長かったと思う。そうだね、あばら骨ぐらいあった結構伸ばしてた、うん、じゃあもう結構10代の時はずっと伸ばしてたタイプ。小学校の時すごい短くしたショートカットにしたけど似合わなくて、うんうんうん、そこからは長いかな。あー、なるほどね、うん、寝癖とかつきやすいイメージあるじゃん、短いと。確かにヘアセットをちゃんとしないと成り立たないイメージはある。だからシャーなしこれでキープって感じいやでもわかる、私も2回ぐらいショートにしたことがあって、うん、あの本当小さい時、うん、小学校の後半中学入ったぐらいから、うん、して後悔して後悔して何で後悔した私もやっぱ癖、髪の癖が、ね、なんか今の
知識を持ってすればなんとかなったかもしれないけど、うん、そのぐらいの年の頃はヘアセットなんて概念もないからもう毎日うねうねで生きてた。うわーそうだよね。そう本当に私は堀北真希さんになりたくて。え一緒かも。え本当、うん、花盛りの君たちを見て、うん、一緒かも。私も美容師さんに堀北真希さんの写真見せた記憶あるの。いや全然違った。わかる。私じゃダメなんだ。これは堀北真希さんだから成り立ってたし可愛かったんだって、うんうん、やっぱ通るよね。通る。全員やっぱ堀北真希さんとか新垣結衣さんとか、うん、長澤まさみさんとかに憧れて、うん、あのショートのイメージで持ってって後悔するパターンを経た人はきっと多い。いる。それでね、あのちゃんとヘアセットしたら絶対に成り立ってたし、切った段階では、うん、美容師さんがやってくれた段階では多分ちゃんとね、ちゃんとしてたはずなんだけど、まあ、小学生が頑張って目指すとこではなかった。いやそれはそう。正しい正解。ともすればということでお送りしてきましたが、はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。ね、早い早いね。早い。ということでいかがでしたか？え楽しかったです。よかった。おつまみあんま食べられなかったけど。そうなんだよね。お酒はでもねおかわりした。うん、そう私も今回はおかわりできました。やった。嬉しい、ね、ちょっといろいろね、うん、私が不思議な空気感を持ってるって言った部分も多少伝わったんじゃないかって、うん、出たどっかで、うん、でも絶対無自覚。でもそれがいい。ありがとう。そうなんです。もうね一緒に普段プライベートで会ってもこういう感じ、うん、こういう感じだね、うん、ごめんね。なんでありままでいて。このままが一番。なんかすごいさお姉さんしっかりお姉さんって感じで、うん、本当いつもね甘えて本当に頼ってばかり。全然いくらでも頼ってください。ありがとうございます。もうねぜひお酒飲めるゲストさんだし、うん、また2度目3度目と遊びに来てください。お願いします。また飲みましょう。ということではい、またぜひ遊びに来て、そしてプライベートでも飲みに行きましょう。行きましょう。ということで以上今月のともすればでした。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録高評価よろしくね。